走の速さは才能じゃない、走りの学校、和田圭一です。一般人代表、アドです。走りの学校は今まで才能だと諦められていた足の速さを解説することで皆さんに成功体験をお届けするためのチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日はスタートダッシュが速くなる坂道トレーニングです。ありがとうございます。やっぱりこの坂道ね、スタートダッシュを早めるためにすごく重要で、すごく効果的なトレーニングです。じゃあ今日どのようなトレーニングが入ってますでしょうか。はい、坂道で3つの走り、3つのトレーニングをしていきます。はい、1つがスキップ、そして2つ目がギャロップ、そして3つが普通の走り。まあ、ゴールはこの普通の走りなんですよ。はい、走りをね、速くさせるためにただ単に走ってるだけなわけではないんですよね。うん、陸上選手もトップスプリンターも足が速い選手も、その時のこの走りの要素を、いろんな要素があると、それを鍛えていくのがドリルと言われるものだったり、走の学校で一つ一つこうステップ化させていただいているこうテクニックなんですね。その中のスキップとギャロップ、はい、これをね最初にやっていきたいと思います。ちょっと先日の動画がすごい、あのスキップの動画ですね、うん、がすごく話題というか、はい、少し注目度が高かったということで、それのさらに強化するトレーニングということを伺ってますので、はいはい、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。ぜひお願いします。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。さあまずはねスキップなんですけど、まあ大きく速くスキップをしていくんだけど、この時何を意識していただきたいかというと、強く地面を捉えてたらすぐに引きつける、この引きつけをしていきたい。これをすることで要は足の回転力が上がらないよって方がいると思うんですよ。これを上げることができます。で、何でかというと、回転力の要素としてこの引きつけが遅れる、足が流れてしまったり引きつけが遅れる、まあどっちも似たような現象になるんですけども、それが回転力の大きさにもちろんつながってくるので、これを引き付けを早くすることで回転力を上げていこうということなんです。そして大切なポイントとして、スキップをしたら、まあ、軽くそこからダッシュをしていただきたい。それによってスキップのこの引き付けを意識したダッシュをすることによって走りに転換していく、この転換させるっていう作業が非常に重要なんですね。じゃあぜひやっていきましょう。スキップを超全力でやるっていうよりかは、スキップで意識づけをする、そしてその意識を走りに転換していく、この作業なんです。具体的になんか筋力を鍛えるというよりも神経をちょっと刺激するというか、その足の動きに慣れさせる、そういうことです。そういうこと。あのね、大体の方がそこで力が入ってない、はいはい、なんとなくどこに力入れてるか分かんないじゃん。でそれがね難しいんですよ。腕振りにも姿勢にもお腹の力にも股関節にもつま先にも全て重要な要素があるので、それを自動化させていくってことが大事。そこで言うと、この坂道のスキップからのスプリントダッシュっていうのは、まさに足の流れてしまう、足の回転がなかなか上がらない、そういったところの課題克服として素晴らしいものなので、ぜひトライしてみてください。平坦でも良くないですか。平坦でもまあいいです。平坦でもいいんですけど、坂道だとその重力のね、地面に対する重力の角度っていうのが変わってくるんで、より前に進むのが難しくなってくる。加速できするのが難しいから。そうなんです。じゃあこれを平坦ですると、より前傾を作りやすくなります。より前に倒してこれをキープさせた状態で前に滑ろうとするので、だからスタートダッシュで前傾が取れないよって方、まあ、前傾が取れないイコールスピードが上がらないんですけど、取れないという方にも非常におすすめです。あとポイントはね、つま先をとにかく前に向ける。前じゃないのはどういう状況ですか。つま先こうやって流さない。ああなるほどなるほど。つま先が前に向けば足は前に勝手に出てきます。スキップをしたら前に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 、でその前に向けた状態で、これすごい大事。動かそうとしなくてもつま先を前に向ければ必ず前に足が行きます。流れづらくなる。ぜひやっていきましょう。じゃあ次がギャロップ。はい、次はねギャロップという種目やっていきたいと思います。だこのギャロップという種目は、まあ、冒頭で説明させていただいたように、股関節をしっかりと動かせない方、使えてない方に役立っていきます。いや、そもそもこれ股関節から動けてるか分かんないよって方がほとんどだと思うんだけど、安心してください。ほとんどの方が股関節から動けてないです。あ、じゃあ走り学んでない方は基本的に動いてないっていう感じ。動いてない。大丈夫。間違いない。できてる人もいるとかじゃない。ほとんどない。うん、ほとんどっていうか、できてる合格点の方も伸びしろがすごく大きくある。あ、だから股関節をみんな鍛えるわけなんですよ。でね、このギャロップっていう動きは股関節を使えないと進めないようなフォームなんですね。体の動きなんです。なんでそういった意味ですごく効果的です。じゃあちょっと見ていてください。今は交互、左右交互にギャロップをしたんですけど、
1、2、3、1、2、3、1、2、3というリズムで足を前後にこう開いていったんですけど、これね結構難しい種目ではあるんですけど、できてるかできてないかは空中でサーンでこの姿勢が取れてるかどうか、これ大事です。できてないのはどういう形になったの？足が流れる。こうなるんですよ。これは膝から下、要は股関節じゃない動きで前に進もうとしている証拠なんです。膝下でこうよく言う引っかくみたいな。そうなんです。だから空中で止まれるってことは股関節をメインで動けてる証拠なんです。それができてるからすごい大事。なるほど。そしてその感覚のまま地面に走りで足を力を伝えていく。さあこれやっていきましょう。なんか難しそうですね。難しい。これは難しい。できてないってことは使えてないっていう、使えてないってことだから、うん、だから喜んでください。やった、できないと。そうなんです。足速くなれるみたいな。安心してください。これは皆さんがいけないんじゃないです。これが学ぶ環境がなかっただけなんです。必ずできるようになります。僕もできませんでした、もちろん最初。なのでぜひ安心してやっていきましょう。でこのギャロップに関してはちょっと動画をね概要欄に貼らせていただきます。やり方をね細かく説明している。ぜひそれをご覧ください。最後はこのギャロップで股関節、スキップで足を引きつける動き、つま先を前に向ける動きやりました。これをねやっていきたいんですが、これを意識して走ることをやっていきたいんですね。ただまずうまくいかないパターン、坂位置を使ってうまくいかないパターンからやっていきます。失敗例というかエラーが起きているパターンからやっていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後の比較は分かりやすいですね。でもいるでしょ。いるというか、ほとんど僕はもうずっとあれでしたよ。野球選手もサッカー選手もそうなんですよ、はい、僕もそうでした。学ぶまでは本当にね、これ全然スピードが違うんで、ぜひね皆さん習得いただきたい。ちなみにその和田さんがさっき悪い走り方した後にやっぱこれだけでも膝に来るわって言ってたんですけど、うん、坂道その怪我に対してあんまり良くなかったりする。いや、オーバーストライドになっちゃうとこういう人いないですか、この辺痛くなると。ああ、まあずっと痛いですよね。ここが痛くなるならもう要はここでつくべきなのにこれがこうついちゃってるんですよ。あ、はいはい、この力が加わってるからこれで全力出したらもう今一発でいくと思います。なるほど。逆にその怪我してる時で坂道は使わない方がいいですか。いや、スピードを落とすって意味ではいいから、はい、全力じゃなければ大丈夫。ああ、なるほど。もっと言うと肉離れとかしてる方っていうのはリハビリで実際全力で走る一歩手前で坂道を使っていただきたいです。ああ、なるほど。負荷がその分ちょっと、そうです、そうです。あのスピードが落ちるってことは、ただその時にガムしたらはダメ。逆に言うと今のスキップだったりギャロップでしっかりと地面から反発もらって足の回転力上げるとか、うん、股関節を使えるようにするっていうのを目的にやる方がいい。バッチリです。バッチリ、はい、で全力じゃなくてフォームを重視する、それが重要です。最初はやっぱりね、あの初級者中級者の方、今みたいなドリルというか引っ越すテクニックですね、スキップだったりギャロップをやってから走るっていうことで走りにつなげていただけるのがすごくおすすめです。これすごい重要。走りの中でそれが、ね、できるようになるんですよ、上級者の方って、はいはい、アスキップのこの意識で、だ究極走るだけでもいいんです。究極は逆に不安がある人は坂道から始めた方がいいですね。そう、平坦より。あ、そうだね、それはそうだね、それはそうだと思う。でいきなり走るよりもじゃあスキップからやってみようかなぐらいの軽い気持ちでいいわけです、うん、軽い気持ちで。そうなんです。スプリントをより身近にしていきたい、軽い気持ちでやりだしましょう。おー、マラソンってここまでやっぱ広まってるのって軽い気持ちでできるから。確かに確かに。別に 100m でも 200m でもいいわけじゃないですか。5キロでも10キロでも。そういう意味では確かに坂道でスピードを落としてスキップやギャロップから始めてみる、これ素晴らしいと思います。ぜひ足の回転力上げたい人、股関節から足を動かしたい人、人まで皆さん坂道使ってみてください。ぜひお願いします。走りの学校は皆さんがね学びたかったけど学べなかったそのスプリントテクニック、速く走るための、技術ですね、これを全ての方にお届けしたいということでこの無料の YouTube でお届けさせていただいております。ぜひ応援していただきたいんですね。で応援って具体的に何かっていうと、コメントだったりいいねだったりチャンネル登録なんです。これなんでかっていうと、それを皆さんがしていってることで皆さんのようなそれを求めてくださってる方に広まりやすくなるんですね、自動的に。なのでぜひ応援よろしくお願いします。そしてさらに詳しく学びたいという方はぜひオンラインスクールご検討してみてください。オンラインスクールはフィードバックの機能がついてますので、これはね伸び率っていうのはさらにもちろん上がっていきます。概要欄からお問い合わせください。それでは次の授業でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。